こんにちは。今日はですね、リンクン坊なんですけれども、昨日ここに手すりをつけてくれました。壁が少しですね、触るために汚れてたんですけれども、ここにあってですね、手すりがつきました。それとこれと同時に、昨日はもう一つ長い期間をかけて、作りました大工さんが作って、くれてたんですけれども、これをいただきました。五重の塔です。法隆寺の五重の塔を大工さんが3年間ぐらいかけて、ぼちぼち作ってきてくれたものを、いただいて、ここに置いてます。素晴らしいものです。また機会があったら見に来てください。さよなら。